本日の舞台挨拶に駆けつけてくださいました皆様です。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。熱々ご飯でみなぎるパワー、キュアプレシャス、おいしい笑顔で満たしてあげる。ありがとうございます。キュアプリンシャス名古屋優衣役の菱川花です。今日はお足元の悪い中お越しくださって本当にありがとうございます。本日は最後までよろしくお願いします。ありがとう。はい、やりません。コメコメ役の高森夏実です。本日皆さんにお会いできて本当に嬉しいです。最後までよろしくお願いします。いくよ。ときめく常夏キュアサマー。キュアサマー夏海真夏役の俳優斎です。よろしくお願いします。はい、よっしゃー、じゃあスターいくよ。空に輝くキラキラ星キュアスター。キュアスター星名ひかる役、成瀬恵美です。今日は皆様の笑顔にお会いすることができてとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。 Welcome to Dreamia。 ケットシーの声をやらせていただきました花江夏希です。今日はよろしくお願いします。この度ロボット役をやらせていただきました、ね、うん、和牛の水田です。よろしくお願いします、うん、皆さん、本当見つけていただくの難しかったかもしれませんけれども、本当にこんな感じの声で挑戦させていただきました。よろしくお願いします。このプリキュアたち以外はセリフやらないって聞いていたので、男性陣に裏切り者という気持ちで今動揺が私もやりたかったなという気持ちが今やっていただいても全然、ね、いやでもいないので、もう本体がねいないので、ちょっと今ちょっとクッてなってるんですけども、昨日公開初日ということで、ここではない映画館のそばを通りかかったりとかしたんですけど、多分見終わった後のちっちゃいコメコメのカチューシャをつけた、コメコメちゃん姉妹が歩いていて、あーと思って、私は本当に公式じゃないんですけど勝手に米粒ちゃんって呼んでるんですけどちっちゃいね子たちが、そうコメコメいっぱいつけてる、コメコメちゃんは私なのでだから米粒ちゃんたちって呼んでるんですけど、今日も米粒ちゃんがねいらっしゃるのをちょっと拝見して嬉しいなという気持ちで、そしてちょっとこっそり映画館の方にも足をね伸ばして、どうだったのかなっていうの、ちょうどね上映後の皆さんが出てくる時間帯だったんですよ。もう本当に衣装が皆さん、プリキュアがたくさん、ちっちゃなプリキュアたちがたくさんいて、もう本当にすごいはしゃいでる様子を見ていたら、あーなんかこんな素敵な作品を作るのに携われて本当に良かったなという気持ちと、世代を超えたプリキュアのデパプリだけじゃなくて、ね、サマーだったりとかそういう衣装を着てる子たちもねいらっしゃったので、なんか長くこう愛してくださっている人たちがこうやって映画館に足を運んでくださってるんだなと思って本当に嬉しくなりました。ぜひね今皆さん見たばかりの方だらけなのかなと思うんですけど、何度でも見てもらえたらなと思います。本当にありがとうございます。